ゴーゴーガールズ、イエーイ。さあこの企画は、マルハンさんと、ガイドワークスのパチスロコラボ企画となっております。私あの2択がめっちゃうまい、めっちゃうまい。あいつ最終ゲーム必死やなと思われるでしょ。だって大事だよ。いや大丈夫。ちょっと待って、大事やけど。だからはい、ということでなんかいますけど、おはようございます。おはようございます、はい、どうもどうも、ニッタ・ロビンソンでございます。よろしくお願いします。どうしたんですか今日。え、どうしたんですかって、あの、はい、なんか川さんが一人で寂しがってるって聞いたんで、あの話し相手にやってきました。言ってない、呼んで。いや、まあ、おしゃべりエディションでしたっけ。おしゃべりエディション、しゃべくりエディション、なんか分かれんけど、しゃべくりエディションらしいですよ。しゃべくりエディション、はい、ということで、呼ばれました。あ、はい、こんな感じでずっと助けてましょう。近くない？なんか近いです。いいですよ、いいですよ。やだやだ、近い川原さんもみんな見たがってるんですよ。やだ、コメントとか見てます？近い川原見せろと、上からの川原見せろとよくあるんですよ。絶対ないないない、あるんですよ。あんま近いとちょっと毛穴気になるんで。じゃあちょっと遠目で行きます、ね。遠目でお願いします。じゃあ離れますわ、はい。まあちょっとゴーゴーガールズがね、はい、まあ新しくなってというか番外編ですよ。そうです、はい、一応ね、あの番組も予算っていうものがあるじゃないですか、うん、ね。で、あの僕顔が映るともう桁が変わるんですよ、ギャラの。そんな高かったんですか。ゼロが、はい、1つか2つくらい変わってしまうので。あ、なるほどなるほど。一応だから今日は声だけの、あ、そうなんですね、出演ということで。声だけだとぐんと下がるってことですね。ぐんと下がります。はい、一応なんかディレクターみたいな、肩書きでやってきたんで。あ、じゃあ新田さんは打たないのか。まあ分からないです、期待値があれば打ちます。勝手に勝手に急にいなくなって、はいはい。まあ、とりあえず私が実践をして、はい、あ、そうです。あとあの、そう、カーさんに頑張ってもらうのはダメなんですよ。なんか僕のギャラがなんか河原さんの収支となんか連動というか、なんかその、はい、勝てば僕もギャラ上がるしみたいな。あ、そういうこと。負けたら僕、ま、ゼロみたいな感覚になるんで、だからそうならないように頑張ってください。わ、はい、かりました。もちろん僕もいっぱい、はい、あのアシストというかサポートはさせてもらいますんで、 こんなで空いてるよとか、あ、はい、こっち良さそうよとか、いろ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 手となり足となり、はい、やりますので動いていただけるということで、はい、あ、それはめちゃめちゃでもありがたいですね。いろいろお願いします。はい、はい、ということで、まあ、まずは勝ちを目指しましょう。うわ、目指しましょう。新田さんのね、運命もかかってるということで、はい、お願いします。はい、今日は一日頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まあ悪くはない。まあプレッシャーは若干ありますけど、まあ好きなのをね打っていいと思うんで、まあ最近の新しいところマクロスとかあたりは取れるんじゃないかなと思うんで、はい、そのあたり狙っていきたいと思います。周りだけどな。あれ？ない。3日間ぐらい負けてますね。はい。千円札から使った方がいいと思いますか？はい。千円札から使った方がいいと思います。ちなみに万札1枚しかないんですけど。いや、千円札が何枚かによるでしょう。僕はそんだけ千円札あれたら千円札から使います。あ、本当にやっぱり、はい、でもなんか面倒くさくないですか、なんかこう1枚。いや、ほな1万円札から使ったらよろしいじゃん。いや、でもなんかでも30枚ぐらいはあるんですよ、多分。はいはい。だから、とりあえず10枚束を何枚か作ってちゃんと投資額分かるように、はい、とりあえず10枚。じゃあ今日は千円札から、はい、はい、まあ、多分3枚ぐらいしか使わないんじゃないかなと思いますよ。よいしょよいしょ。じゃあマクロスフロンティア4ですね、打っていきます。頑張ります。
よし、あ、入ってくれない。いや大丈夫ですよ。もうちょっと当たってるとこありますよ。もう当たってる、早い。はい、後ろも横も。ちょっと天国じゃん。何やってるんですか、河原さん。ちょっと、いやちょっと今打ち始めたから千円札数えてる場合ちゃいますよ。いやいやいや、大事なことですよ。でもえ、でも河原さんマクロスね、うん、なんかさっき自慢されましたよね。なんか初打ちで、あ、完走した。おい、何枚ぐらい、3500枚ぐらいかな。はいはい、出したかな。へえー、貫きはなかったですけど。いやちょっと見たいな。ねえ、いやめっちゃ楽しい。で私あの二択がめっちゃうまい、はい、あ、うまい、めっちゃうまい。あら、そんなフラグ立てて。いや本当に、いやマジでっていうのも、はい、選ばないんですよ。選ばない、はい、チェリーの時は、うん、なんか水管の時は右、はあはあはあ、でいいです。あ、なるほど。もう二択で悩みたくない。いや、いいですよ。悩んで外した時が本当に嫌。もう言うたってだから悩まない。それは大事ですね。なんか朝一みんなどこ行ったんでしょうね。結構抽選もいっぱいいたじゃないですか。そうですね。なんかでもマクロスにも、マクロスは今あの先客の方もいたんで、はい、でもう埋まってますよね。今全台埋まってます、うん、ちょっとなんかどの辺が見ていきましょうか。じゃあいいんですか。いいですよ全然。ありがとうございます。え、母さんちなみにマクロスいっぱいやったら次どこ行こうかみたいな第二候補ありました。次っていうかどっちかっていうとモンキーとかの方が先に埋まるかなと思ったんですけ ど、でもモンキーも座れたんですよね。でちょっと迷ったけど、はい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 。わ、ジャグラーすごい。あ、ジャグラーはねもう強いんですよ。強いホールのジャグラーだ。そうそうです。あのもう分かりますよね、はい、しっかり埋まってしっかり強いと思うんで、ちょっとこれ後でデータ見の楽しみですね、うん、そうですね。いやもうジャグラー行った方がいいんちゃいます。でもとりあえず、いや、まあ、まあまあそこまで言ったら当たるまで行きますけど、とりあえずですけど、とりあえず液晶アリを打ちます、はい、あとですね、はい、まあ、エウレカが万代、うん、まあ4台か、強い日にそこ狙い打ってなかなかね、うんうんうん、入るっていうことじゃないですか。そうですね。でまあカバネリとか北斗もまあ4割ぐらい、うーん、カバネリはもうちょい埋まってるか、はい、5、6割かな。でまあ延々とか、まあ、朝一ちょっと恩恵ありそうなやつがちらほらと、はいはい、いやー、お、これって400のところっていうことでいいのかな。なんか朝一ずれますよね。あ、でも朝一ずれるみたいなことは見ましたね。そうですよね。おいよ、むしろでもこのバトルからの歌前兆はなんかちょっと期待したいところではあるな。あれ、母さんの声って結構離れても聞こえるんですね。聞こえますね、うん、じゃあ結構遠い台でも打てるってことですね。どういうこと。僕はなんでその隙を見て打とうとしてるんですか、なんかいやいや、それはねああ当たる、これやはりチャンスパターンでしたね。はい、でかい、よっしゃ、よかった、420ぐらいですかね、機種がね。ちょっと予定よりお金を使っちゃいましたけど、総投資1万2000円です、ね、いや話と違いすぎるでしょ、はい、ちょっとだけ、ちょっとだけ4倍膨らんどるかな予定より。よし、入れるぞ、バルキリータイム。さあ大変ボーナスいきましょう。あ、え、着いた、やったじゃん、エピソードじゃん、やったじゃん、やったじゃん、なんだ、やるじゃん、それそれ、これだ。勝ちましたよ。いやいや、早い早い、もういや、もう勝ち、早い、もう勝った、まだその投資分より出してから言ってください。大丈夫大丈夫、まだ早いな。もうこの段階でバルキリータイム入ったらもうもらったも同然です。完璧だ。そしてなんか引いてるぞ、なんだい、スイカかい、スイカ台、びっくりした、スイカをよう引くな、めっちゃ低いじゃん。あれ、これでもピューポッチ
ある。上乗せありそうですね。お、20乗った。ナイスナイス。で、上乗せもできましたんで、ここからガンガン出します。はい、お願いします。はいよ。さあ、まずはトライアングルチャンスからかな。はい。あの、マジでアルト以外。そうですね、もうアルトは1ゲームで決まるからね。はい、よし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 、来た来た来た、いいんじゃないですか。セルライブ行きます、乗せます。ちょっと5は少ないよ。あ、いや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 、よくない。一応シェリルは平均70ゲームですよ。嘘嘘だ。はい、最低の40になってしまいますよ、このままだと。あー、いいよ、こっち。はいはいはい、そういうの、そういうの。いや、10回、いやー、すっごい下手、やばいですやっちゃってる、マジで。いやー、うわ、45、嘘でしょ、嘘だ。はあ、ちょっと先が不安です、ね、いや、あれポジティブ発言が出ない、あー、よくない。 あ、でも20ゲームあったから65ゲームスタート。そっかそっか、うん、まあ、はい、それですよ。最初のもうついてくるドライブをね、はい、もう仕留めましょう、はい、とりあえずあれ出しちゃってよ、シェリルね、はい、あれ出しちゃう、あれ出しちゃう、オスの選ぶやつ出しちゃいなよ、オスの選ぶやつ出しちゃいな、早くこの仕事は朝日ですかオスの選ぶやつやってるやってる、継続はあった、嬉しい、ありがたい。ああ来た、これは来た、はい、選んじゃいなよ、もう中なんで、はい、チェリーは。なるほど、はい、言うてましたね。はい、決まり、よっしゃい、はい、はい、はい、おめでとうございます。よかった危ねえ、最初のドライブはね、取りたいですよ ね、やっぱね、ボーナスね。さあ、チェリルボーナスです。チェリーを引いてこう。じゃあちょっと、カナさん頑張ってください、はい、え、なんかあったら来ますけど、まあ頑張ってください。なんか今ありますよ。何が、いや、絶賛当たってる。ああ、別にね、あの、声聞いてますんで本当に何か打ちに行きよった。あ、いいぞいいぞいいぞ、チェリー来い。違う、スイカか。あー、でも乗った、嬉しい、ありがたい、スイカさんよ。あ、そして翼のマイチャンスも、あれ、でもかこんなに、あ、そうだよね、恥ずかしくないもんね、普段。やった、翼の前チャンスもゲットした。え、めちゃめちゃやれてるやん。よいしょ。で、10ゲームのセット、終了時にもらえる10で20ゲームですね。で、翼の前チャンスがある。これはボーナス後に報酬が何かもらえます。まあ、多分ドライブストックかなと思いますけど、ここで何も引けてないし。うん。まあ、でもこれは超ありがたい。さあ、上乗せもできてるんで、ゲーム数も80ゲームと余裕があります。お、ランカちゃんか、今度はランカドライブ行きましょう。え、マジで何も引けなくない、カットインすら来ない、煽りすら来ない、嘘、ショック、せっかくもらった報酬が。え、三田さん、はいはい、なんでそのカバネル打ってるんですか。いや、あの、リセットやったらもうこの辺ぐらいから打てるんで。1回、早ジロ当たっててですね、284ゲーム、まあ、カバネリはこの辺からやったら打つようにしてるんで。なるほど、はい、しっかりハイエナですね。はい、終了、357枚です。話と違うでしょうよ。私も聞いてた話とちょっと違いました。もうちょっと伸ばせたな。どうですか、手応えは。もう一回やってますそれ手応えなんですか
もう一回当てようと思いました。あ、なるほど、はい、ね、あ、まあそれ以上ね、ちょっと投資がかさまないように、ちょっと持ち玉ないで当てたいは当てたいけど、あと170万円しかないです。今やったらね、まだ、うん、あ、でも千円札がまだ8枚あるから別にそのお金の心配してるんじゃないですよ今日の収支の心配をしてるんですよ。8枚ありますから大丈夫です、はい、まだ使える。いやいや、川野さんだけの収支じゃないんですからね、うん、まあ、いやでももう打っちゃってるからな自分もそっちの負け額は知らないですよ。いやいやこっちはもうこっち、はい、え、私のギャラに影響しないですよね。影響しないですよ、大丈夫ですよね、はい、こっちはこっちでもうやってるだけなんでよいしょ、当たりました。はい、当たりました。お、天井ですけど、はい、まあ、投資が1万3000円で今283枚です。ああ、同じぐらいですね私は今から追加投資ですけどね。おい、はい、行きます。やっぱ任せられへんで、これ。え、でも頑張ってますよいや、それはみんな頑張ってますよ頑張ってます。そっか、よいしょ。ちょっとまた追加投資してるでしょ。え、何、だって当たってないですもん。追加投資なんてするに決まってるじゃないですかおおでも1500枚出せばいいのか。いや、結構ハードル。え、もう3万も使ってるんですか。いや、まだ1万8000円ですけど、あ、まあ、そこまで使うことを見越して。はい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 、終わりました。え、639枚僕、あの最後の早次郎ボーナスが、はい、のおかげで回収709枚、あ、プラス111枚ということで、お、期待、期待値通りぐらいです。すごい川野さんはしばらく何も起きなさそうですか。はい、そうですね。あ、そうですか。じゃあちょっと、え、会員カード作ってきます。おこれ大事なんでね。まあ、大事なことだ、はい。確かに。何しに来たんだ。いやいやいや、仕事ですよ。そう、そうですよね、はい。失礼しました。いえいえ。え、今もう2万超えてます？2万なんかもうとっくです。2万5000円。2万5000円、まだ引き戻せる。大丈夫です、まだ引き戻せる。ちょっとね、川田さん今回ね、はい、あの2個お願いしたいことがあるんですよ。2個、はい、1個はね、もちろんその、収支をプラスにしてほしいと。あ、はい、しょうがないな、いうことなんで。いいですよ。もう1個が再生回数を稼いでほしいんですよ。再生回数がやっぱり少ないと、番組って終わっちゃうじゃないですか。一応ね、そのゴーゴーガールズ、そのファーストシーズン、セカンドシーズン、いろいろ分析しました。はい。何が再生回数伸びてるんだと。あ、すごい。はい。回数がついてるのが、やっぱフリーズ引いてる回なんですよ。ああ、やっぱね、はい、そういうのは。でも、カラさんの方がすごいんですよ。何ですか。傷物語フリーズ引いた時で、はい、7.9 万回。へー。はい。ただ、でも、ちょっと編集部で審議になってまして。はい。まあ、勝手の画面でもないならな。ないかな。お願い、ヒロッシャー降臨の儀25%出ました。もう私はもう毎回毎回あの足を引っ張らないようにっていうのが、目標なんですけど、まあ、ちょっとなんか、季節もちょっと暑かったかな。あ、なんかちょっとあの胸がいい角度で見えてるから回数上がってるっていう疑惑が今回は編集部内で上がってるんですよ。僕も見ました、はい、確かになと思ったんで、そんないやだからな、見せ場がなかったらどんどんカメラの位置が高くなっていくよっていう。今日でもね、今日ちょっとダメですよね。どんだけ上でもちょっと、ね、あ、ダメですよね。難しいな、切るしかない。なんか僕その辺のユニクロでなんか買いに行きますよしかもこんなクソ寒い日にめちゃウサギそうならないように。いや、そうですね、 そこでそうか、そこで仕留めてください。実践の方で見せます、はい、そうですよ、はい。あ、なんか、うん、あ、普通にね、はい、なんか絶対当たるよ。ボタンかな、はい。あ、こっちが1434で、ベッドゲーム数天井ですね、1033ゲームです。39,000円。おいすっごい使っちゃった、ごめんなさい。本当に
2000枚は出さなきゃいけなくなりましたこれで。はい、よし。さあ歌姫ボーナスです、68枚。さあ歌姫ゾーンですね、そこですよ。はい、ここでシェリル決めます、 AT 入れます、すぐ来い、よし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 、いいよ、もう決めたい、とりあえず緑、とりあえず緑、よし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 、いいよ、もうもう一段階いっちゃえ、いけるいける、いや、なくない、全然なくはない、いけるよ、よいしょ、やった、はい、一発で決まった、そういうことや、こういうことです、うん、よし、どういうこととりあえずね、とりあえず、よし、ちょっとやってありますよ、これはもうまず100乗せる、はい、よし、シェリルリベンジ、これじゃダメなんですよ、はい、これじゃダメ、そう、さっき見ましたから、そう、さっき見たやつ、はい、さっきいっぱい見たやつ、いっぱい見ました、まあ、ちょい寂しいな、さっきと一緒、さっきと一緒全く一緒、これはね、いくよね、え、もうどうしよう、変えようかな、もうなんか変わったっぽいんで、自分の中で変えます？はい、あ、あれ？いや、大丈夫か？ん？どうなってる？あ、だよね、引けてる引けてる、そうそうそう、引けてるんです、そうだよね、よし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 、スイカが止まってない、あー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 、やだ、はい、やだやだ、大丈夫か、プチパニック起こしてます、そうそう、もうやだ、怖いです、もう大丈夫ですか、いやです、もうだって残り10ゲームしかないのに、わあ、10ゲームもなかった、あー、乗せよう、ラスト、あれ、うわ、最後に、うん、どう、チャンスが引いたけどダメだ、で、終了画面がちょっと高設定したですけど、287枚、ないない、どうしたらいいんでしょうか、私、はい、併設店のご飯が美味しそうでした、はい、今のままじゃ僕食べれない、え、私全然食べれます、いや違う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 食欲の問題じゃなくて今日の昼飯ですら、昼飯代ぐらいは稼ぎたい、稼ぎたいですね、はい、うわ、やめた方がいいかな、どうしよう、抜けました、はい、39,000円投資200枚、なんや、どうしよう、どうします、ちょっと私もご飯食べに行きます、ご飯食べちゃおうかな、お腹痛いしなまあご飯食べてる間に状況ね、ちょっと変わる、そう、ちょっと変わるかもしれないっていうのありますよね、うん、ありがとうございます、本当、はい、ということで、ちょっとさまよっていたところをなんだか良さそうな、とりあえずマイナスではあるのかな、チャンスゾーンも結構入ってるカバネリをもうやめますよということで、これは全然330だしな、で、あの 銀トロは出てるっぽいんですよ、おい、で3以上はもうある、まあ3ってことは ねないかなってなると4以上、ね、ありますよ、あるある、マジでやれる、はい、頑張ります、お、ありそうだな、無名チャンスゾーン、早速お、フットインなんか普段ないもんね、はい、無名チャンスゾーンです、いきます、とにかく子役、よし、 OK、 2 3、ナイス、いっちゃおう、決める、よし、ナイス、4、いや、もうもうた、もうたね、えさすがに、いや、4連撃は赤は大丈夫よ、当たってほしい、よっしょ、早い、早いよ、330から打ち始めて377ゲームですね、こっちが、朝なんでマクロスいったんややればできるやないかい
それそれ。でも持ち込み以内でいけましたよ。よいしょい。100枚ぐらい残っとります。はい、いける気がしている。あ、早や、次郎だ。はわわわ。いや、通したらいいんですよ。まあ、そう、そうか、そういうことだ、はい、そうですよ。そうなんよ、そうなんよ。はい、いや、でも出玉増えてるからいいんですよ。そうなんです、はい、意外とこれ早次郎大事なんで。大事大事、大丈夫大丈夫。頼むで、ほんまに。すぐ当てます、すぐすぐ、まあ、確かにさっきね、すぐ当たりましたから。すぐ当たりましたよ、はい、多分すぐまたチャンスゾーン入りますよ、これ。お、ああ。生駒ちゃんじゃない。まあ、かなっぽいですね。生駒ちゃんって呼んでるんですか。いや、生駒って言ってますけど、なんか今急に生駒ちゃんって言ってしまいました。お、赤い。あ、いいじゃない、いいじゃない。ある。いや、すぐ入る、マジで。これ生駒ちゃんや。生駒ちゃんかな。生駒ちゃんだ。ほら。本当だ。生駒ちゃんって言うてるんですか。さっきまでの映像を全カットしたら、そういうこともできるんですよ。こっちディレクターやからね。あ、そうだった。はい、怖い。なんとでもなるんだわ。怖い。あ、いける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 。これ大丈夫。これ大丈夫。ありがとうございます。よかったよかった。よかった。よかった。せん。いや、62ゲーム。早っ。早い。こちら439。もう5回目。もうそろそろエピボーじゃないですか。じゃあ強気に右から押しちゃいなよ。行っちゃう？バシ。はい。だからもう中段にバー止まったら終わりですから、ね。ほら。おう。ナイス。よし。かっちょええ今の。エピボー。いや、もうこっから2000枚だ。わかった。はい。わかった。まあ、1840枚。じゃあ1800枚ぐらいや。いや、2000枚出します。これこれどれよ。さっき左、さっき中。あ、中。何を考えてるんですか今。どれかなって大統更新してるんです。そう、どれかなって。当ててください。よし、頼む。聞かんないけど。ボタン押す人、ボタン押したい人。ダメだ、いやダメだよ。あ、それそれそれ、これこれで、あいよ、あいよ、これはもうた、あいよ、これもうた、ここ光ってますからね。はい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 、オッケーです。もうみんなまで言わんでも、はい、いいよ。お、ナス、いっぱいちょうだい。無名さん、はい、300以上は欲しい。いいよいいよいいよ、結構長い。あ、結構長い。ナイス。375枚、いいと思います。ナイス、当てとけよ。あー、強い。まあ大丈夫でしょう、わざと言ってるし。この症状チャンスから、はい、甘い、赤い。甘いって言いました。甘い。完璧だ。 OK、 はい、上手。細か。300でかい、ありがたい。激アツだわ、来た。うわ、当てないと。はい、いやさ、いやいや直感ですよ。いや直感で、ごめんなさい、はい、もうあの右、はい、普段あんまり右から押すタイプじゃないんですけど。僕も右はあんまり押したがらないですよね。ですよね、はい、でも直感が右言うたら右ですよ。直感が右です。はい、はい、外れ。もうやだ。もうやだ。惜しかったな。惜しかったっていうか、もう本当にそれ当てられないんだったらもう。よかったよ。また激アツ。しかも、おい、わかんない、仁田さんは。とりあえず右は消します。あ、消したんだ、はい、はい、中が左、好きな方ですね。本当に。じゃあもう一回右行ったらいいですよ。いいですよ、全然直感信じて。
もう分かんない、何考えてるかこの人が。うわね、分かったら楽ですけど。よし、マイク。危ない、よかった。ほら、右消してよかったでしょうよ。はい、直感で決めました。いや、おい、私が直感で決めました。 俺の右消したやつよ。敵やつはまあ当たりですね。だからね、いいぞ、いいぞ、いいぞ。俺絶対今1コマ200や思ってました。そんなことはない。無名262。いや、300は超えた。超えてない。いや、287、251。当たるかいこれ、無名のやつ。当てに行くやつじゃないから。はい、そう、作成いきます。ではない、ラストここで引くんだ。うわー、来たね。どうやこれ、もう正念場よ。やだ、今日一の。はっきり言いますけど、これで、はい、今日の運命が変わると言っても過言ではないです。なんか噛みながら嫌なこと言われた。はい、めちゃくちゃ噛んでましたけど。ちょっと待ってよ、はい、ここ繋いだらマジで、ね、あるありますよね、はい、2000枚全然あると思う。2000枚の前に1000枚のね、2000枚があるんですよ。はい、くっそー、 ありますあのね、はい、あー、1本以上考えてるんかい。悩みすぎ、恥ずかしいわ。恥ずかしい、あいつ最終ゲーム必死やなと思われるでしょ。だって大事だよ。いや大事よ。ちょっと待って、大事やけど。だからもう右じゃない、これ私そう思う。どう、私そう思うね。なんか言ってよ、ニッカさん。いや、僕はそうは思わないんで。嘘でしょ。黙ってましたけど。いや、でも分からない、右かも分からへんし。いや、もうこれは右だ。いきます。じゃあ、行きましょう。なんかダメそう。いや、分からん。おい、やった、すげえ。よかった、1分以上悩んだ甲斐があった。いや、ありました、ありました。え、いやいや、そんなわけないね。い、最終ゲームだ、そう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 。ああ、びっくりした。いや、すごない？いや、すごい。今のはすごい。いや、今のはね、あの、ほんまにかっこよかって、あの、見せば取れ高なんですけど、はい、その前の振りで僕が噛み倒してたんで、全カットです。なんでよ。はい、なんで噛んでんだよ。ディレクターの権限で。やだ。あれを放送することによって、日体の仕事が減るんで。ちょっと今のところこれで。噛みすぎやったんで。すいません。よし。いや、でかいな、今のはでかいな。マジでかい、マジでかい。うん、200だけど全然いい。いや、全然いい、全然いい。800枚ぐらいの価値あるよ。あるある、 あるよ、今のある。ああいいよ、その真ん中最後に押すのいいよね、残したいよ。はい、あっ、はい、よしよしよし、ナイス。おいおい、ヤッフー、青じゃない。うわー、そう、赤でした。厳しい ね、厳しめ。まあ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 、逆。ちょっと今ね、さりげないこの減産ストップしてるところで引けたりしないかなとか思ったりしてるんですけど。おい、けど、はい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 、けど、はい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 、いいじゃない、いいですね、予告通り。よし、おい、上手上手上手よ。はい、裏入れてほしいな。いや言ったけど、裏は裏見たことないねんな。ないです、私も。人が入れてるのはあります。はい、何度かありますけど。しゃあ、じゃあまずは無名返そうか。はい、はい、とりあえず100ゲームやから。はい、お、早速たりはしないよね。ほんまや、3突破できへんの。全然いかないんですよ、うん、ハットポイントにたどり着きもしない。はい、まあここはしょうがない。はい、こっからですよ、問題は。まあでも、もう1000枚超えてますんで。えい、私が守りますよ、リッタさんのギャラは。ほんまかい、守ってくれよ。ああ、いいですね、いいですね。いや、でもさっきはここで残ったからね。
そう、引けばいいんですよ、うん、そう、3択のやつ引いて引けばいいんですよ、3択そっち、そっち、はい、そっちです、3択出して出して、出ない、光った、引いてる、ほら引いてます、僕見てないです、光りました、本物すか、いや、え、幻覚そんなわけないよね光りましたよ、あ、ビバだじゃん、あ、え、そっち、いこまでした、いこまでした、でもラストゲームですから、はい、すごいね、粘るね、いや、よく残りましたね、危ない、200、いいよ、生き残ってくれたから、はい、いいやん、いいやん、あ、いったいったいった、これはさすがにある、これはいった、ないと、はいはい、はい、はい、はいはいはい、いやでも無名欲しいな、無名、無名でいい、無名がいい、無名がいい、無名がいい、どうよ、300、でかい、いい、全然いい、さあここまで来たらまくってほしいよ、もう正直僕諦めてましたよ、え、いやいや、みんな諦めてましたよ、え、いやいやいや、えじゃなくて、え、じゃ、え、え、そのマクロスの河原さん見てる限り無理やろなと思ってましたよ、そんな、そんなひどい、なんか舐められたもんですねいや、そりゃそうですよあのざまはそりゃそうですよ、まあ、今までのねシリーズ55があるとか見てきた人はみんなそう思います、それがここまで来てるから、あー、降格ないですね、またない、でも引いてる、引いてる、うわ、うまい、あれ、やるじゃん、や、やるなめちゃんこうかな、頑張れ、頑張れ、ごま、ほら、お、ほら、ほら、いこま、なめんなよ、おりゃおりゃ、はい、どうぞ、すいません、ありがとうございます、はい、1箱100円でやってるんで、うち、そんなか、何でもバイトにするんだ、そうですよ世の中はお金ですから、ね、あー、お尻痛い、あ、さ、持ち上げましょうか、いや、大丈夫です、お尻を、いや、そっちコイン持ち上げて、コインは持ち上げないです、お尻を持ち上げますあ、ある、あ、ある、はい、男前やな、赤原さん、ん、褒められてる、やっと、いいわ、あれ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 、なんで、ごまか、200か、やっと、まだだな、あ、いい、いい、とても良い、あ、とても良い、おい、上手ね、上手、あ、もう、はい、当たってる、もう、絶対当たってる、絶対当たってる、はい、あ、次回予告来ました、次回の燃える命ってエピボですかね、かな、こいつよ、どうでしょう、さあ、ナイス、やったったわ、あ、違った、全然赤だった、エピボじゃねえけど、なんか次回予告とか来てるからいっぱい枚数欲しいなとか思っちゃいますよね、わかります、300でもくれました、よしよし、ビシビシいきますよ、でも当てたい、当てたいんです、いや、そうやって、あ、赤いよ、赤いよ、ナイス、決戦、これなんか熱そうじゃないですか、ねえ、見たことない、うん、あ、サイレントビバじゃん、ほら200、ああ、さすがに引いてない、あ、トトロ、まあでも銀トロがね出てたっていうお話です、はい、まあでも十分取れたかなと思います、2178枚です、やめます、はい、はい、あれ箱もう一個言うか、あ、いるか、じゃあ200円ですね箱目なんで、すげえ金取られる、次戦終了です。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、行っちゃいなよ早く。え？早く行っちゃいなよ。投資が、39,000円、うん、回収が2,290枚の、プラス496枚です。はい、素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい、やったじゃん。宣言通り中2000枚の表示まで持っていけたということで、はいはい、新田さんのギャラは出ます。はい、助かります。出ました。今日も生き延びれました。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。はい、マクロスはねちょっと天井行ったりとかしちゃったんで、まあ展開が悪かったですね。よくなかったけど、カバネリがねやっぱちょっとこう設定っぽいなっていう、はい、はい、まあ3以上が出てたよっていうと、まあでも4とか全然あるだろうな、4以上は全然ある、6あってももしかしたらおかしくない内容だったのかなと思います。カバネリも他もなんか結構全体的に良さそうでは、そうですね、うん、あったかなと思うんですけど、いい感じのところは結構ありましたね、うん、隣の台もね同じぐらいに当たって同じぐらいに終わってて、うん、ちょうどまあドトロですけど出てるとかもしてて、うん、まあ、結構良さそうなのかな。まあ他にも、まあ、ジャグラーですか。ジャグラーは強かったですね。朝から本当にねいつも強いです。はい、まあ、マイジャグも待ってたけど、いやでも別にどのジャグラーもそうです。2分1ぐらいで結構いいところの設定が入ってるんじゃないかなという、はい、なんか満面なく入ってるなって、うん、まあ、それ以外のところも、うん、はい、北斗であったり天然であったりカラクリであったりなんか、まあ、強いとこいっぱいありましたね。いや疲れましたね。なんか疲れた。いやマジで本当につらかった。今日はもうあの絶望の中誰もがまくらないだろうなこれはって思ってた中で、はい、みんなが思ってますよ、はい、いや、まあ、そんなはっきり言われるとショックなんですけど、はいはい、ね、この私がねあんな大まくりをね見せるとは、はい、なかなかいいスタートが切れたんじゃないかなと。いや、いいと思いますよ。思いますので、はい、次回は、まあ、もっとなんか三田さんとおしゃべりしたいですね。しゃべくりエディションですから。あれでも今日も結構しゃべってません？いやなんか途中でだっていなくなったりするし。いなくなったってしゃべってません。だって途中でカバネリ打ってたりした。いやカバネリちょっと打っただけで、はい、寂しかったら寂しい言わんかいな。いや寂しいわけじゃないけど、まあこういう天の弱なところもね、はい、可愛らしいポイントなんで皆さん覚えて帰ってください。なんか腹立つわ。ということで、また次回以降もね、はい、仲良く、はい、はい、やらせていただきたいと思いますので、また次回も応援よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。はい、OK。完璧やで。よかったね、姉ちゃん。最後だけディレクターっぽい。よかったよ。わー、どうもどうも。どうも。何か言えよ。なんか何喋っていいかよく分かりました。すいません。何も喋れ。